じゃあ今回やりたいのは、これを感じる、そして掴む。なんとなくタイミングだけね、合わせるならできるわっていう人いると思うんですけど、ちょっと深掘りしていきますね。時間軸が横軸だとしたら、このタイミングはまあ大体こんな風に書き表せるんじゃないかなと思いますと、ビートビートビートって赤色で書いてるのが今やってたやつですね。ドンドンドンってなってたところで、足をついていた着地するタイミングがビートでしたと。でまずは歩くだけでオフビート、裏って言うんですけど、まずちょっとノーヒントでオフビートを感じる歩き方ってどういう歩き方かなっていうのをちょっと自分で試行錯誤してやってみてください。はい、まずどうぞ。この鳴ってるタイミングが赤色ですね。でこの間、手拍子も何もしないで歩きだけで表現してほしい。どうぞ。はい、できましたでしょうか。ドンで踏んでんだから、だいたい半分のタイミングで引き上げればいいんじゃないかなって安直には思いますよね。ドン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 。はい、こんな歩き方することあります？街中でこんなやついたら嫌じゃないですか。はい、こういう感受性というか感覚っていうか違和感、はい、が結構重要でございまして、これをいやいいんじゃないかなって思うかどうかっていうところですね。はい、あくまで最終的には音楽を聴いて、気持ちよくなって、なんなら踊っちゃったりして、あ、自分も演奏できたらいいなとか言ってね、いい感じでいいグルーヴ出してとか思うと思うんですけど、それってすごくなんていうかな、生理的には自然なものであるべきだし、快感的なものであるべき、気持ちいい、その観点で言うと、あ、この歩き方変だなっていうふうに言えると思う。はい、じゃあ今極端にこうね、踏む上げる踏む上げる踏む上げるみたいな二択みたいに考えたんだけども、もっと連続的な動きにしていきたいと。はい、1個提案します。最初にやった粘着床、覚えてる？粘着床みたいな感じで、うーんってこうついている、着地している長さを今度ちょっと感じてみてほしいの。口で言うと、うーん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 みたいな、こう踏むと鳴る床みたいな、あるじゃないですか、でっかいこう足ピアノ、足鍵盤みたいな、ピーンみたいな、ピーンポーンパーンポーンみたいな、まあそんな感じで、うん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 、ちょっとこう長さを設置している間イメージしてみて、うんうん、であくまで自分の動きの中で、自然な動きっていうかね、違和感のない範囲にとどめてください。うんうん、感じ方だけ変えるとかで、うん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 、解説すると、うんのタイミングでちょっとこう重心が傾いて、足に体重が乗るような形になると思う。うん、こういう感じかな多分ね。でこのうーんって鳴ってる音をハッってこう離す、ね、うーん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 、この体重をかけている、重さを抜く瞬間をおよそこのビートの半分のタイミングでやってみてほしい。
図解するとこういうこと。かける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 で重心をずらすタイミングでふっふっふっずらすと同時に抜くっていう感じかな。私がうんうん言ってるこの長さだけ足をついてください。せーの、お疲れ様でした。いやー、つい今の動きを一応言うとこういう感じなんだけどこんなのいちいち説明すんなよっていう話なんだけど、矢印伸びてんのがまあうーんってこう設置してる感じですよ。でこのちょうど半分のタイミングで体重を抜く、重心をずらすっていうような形になると思うんだけど、でその後上げた後はふってこうなるべくこう自然の感性に身を委ねてっていうか、自分が上げた感じとあとは地球の重力に委ねて普通に落としてほしいの。で足ついたらまた設置、足上げる、自然に落下させる、設置っていうのを繰り返して感じることができます。説明するとねややこしいんだけど、まあそれぐらいあの複雑な動きをしてるんですよ人間っていうのはみたいなね。はい、歩いてる感じで分かればそれで OK だし、説明聞いてああそうだねってなったら、いいと思う。はい、では手を叩きます。もうこれは手と足を違う動きをするので一個ここで難易度があります。はい、丁寧にやりますけれども一段難しいので、ここでつまずく人は実はこの足の時点で引っかかっているっていう場合があるので、その場合はまたちょっと戻っていただいて、要するに裏拍で手を叩くっていうだけなんだけれども、この歩いているフィーリングがありますね今。はい、これとシンクロさせたいわけ、手の方を対にしたいっていうか、さっきの話で言うと例えば足はこうやってふわって歩いてんのに手はこうものすごく鋭く入る、鋭く叩くってことは基本的にありえないわけ。常に対になってるっていうか、ふわって入ったらふわっとした手の動きっていうか叩き方にスピード感になるだろうし、こうよりスピード感持って重さを持って入る場合は手の方もこのスピードが速くなる、はい、というイメージです。はい、そうした方がこう歯車がずっとこう自然に噛み合う形というか、ずっと半永久的に続くような感じがすると、これ一種のグルーブしてる状態と言えると思いますね。はい、グルーブしてる手拍子叩きてですね、今からやります。はい、要は足のスピード感、着地で感じるスピード感と手で感じるスピード感を一致したい、そして入れ子にしたいって感じね。じゃあまずね、足がうーんっていうつくタイミングで手は離すんだ。うーんと同時に離す。
ちょっとバカみたいなんですけど、話すのだけやってみて。はい。絶対やってね。絶対やってよ。一人にしないで。はい。はい。できたっぽくね。あれこれじゃない、やりたかったやつっつって、着地のタイミングがビート、手のタイミングとしてはゆっくりやると着地したタイミングで離すっていうのが一番分かりやすいと思う。寿司三昧っていう、はってこう踏み出したと同時にこっちはリリースするっていう感じですね。あとは落下が分かりやすいんですけど、こういう感じね。これをこの体の動きで再現しよう。ほーん、はあ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 、どうでしょうか。これで対になりました。入れ子になりました。足がこういったら手がこういって、足がこういったら手がこういってこうなって、こういう風な感じになってます今。はい、このフィーリングが噛み合うともうずっと続いていくような感じするよね。ゆっくりからやるね。ゆっくりからやるよ。まず足、はい、足でしっかりと乗る。着地のタイミングで手を離す。まずこれだけいいわ。はい、自然に手を打ち鳴らして、今度鳴ったタイミングで足の方の重心移動すると。足が出しているこのフィーリングと、言ってしまえばスピード感だったり粘り強さだったり鋭さっていうのを、手の感じね、手のスピード感だったり鋭さ重さが違うと、なんかこうちょっとちぐはぐな感じに聞こえちゃうと思うんですよ。で、僕もパーカッションなんで結構手の方に意識がいっちゃうことが非常に多い。つまり本質的な一番大事なウェイトのこっちね、こっちが本当は本来は最重要なんだけど、例えばこう曲で、まあこういうシンプルな裏打ちをするみたいなことあると思うんだけど、そうするとずっとこう手の方をね
しか使わないから手の意識がいっちゃうんだけど、本来は実はこっちの、重さだったりスピード感だったりニュアンスっていうものにちゃんとマッチする形で手を感じていないと、なんかちょっとあれみたいな感じになりやすいと思う。あとはもう慣れでございます。感覚が分かればこれぐらいやってみよう。足で乗ってから手ね。はい、はい、お疲れ様でした。ビート今ドンってなってるのがね、これの速さを表すのがよく聞く BPM というやつでございまして、これはビートパーミニッツというやつですね。今 BPM50 でございました。普段ね、あのパーカッションとかね、ドラムの練習してると、うわ50とか遅えわって思うと思うんだよ。あるいは40とかすげえ遅えわって思うと思うんですけど、ちゃんとやるといやちょうどいいわってなると、むしろ70とか80とか早くないみたいな。はい、60いきます。うわ早い、すでに早い。はい、まず足、慣れたら手ね。慣れてからでいいですよ。お疲れ様でした。 BPM70 ですよ。なんとかこうご機嫌な感じで乗るといいかな。ああ、こうご機嫌に歩いてる感じで、足から作って、慣れたら手ですね。80いきます。早いけど、あ、心地いいかもみたいな、ね、感じになるんじゃないでしょうか。せーの、
これできたら十分です。難しいでしょ。難しくないですか。これね、難しいんです。これぐらいでできてたらもう困んない。うん、普通に生きてる分にはね、全く困らないと思います。はい。ただね、聞く線ですとか、はい、言った人、全く楽器やってないんですけどっつってね、でもなんかちょっともっと音楽深く知りたいわ、楽しみたいわっていう人は、これぐらいできたらもう十分っていう感じで、今までで聴いてた音楽もう一回聴き直してみてください。はい、全くこのこうぐる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 ってずっと回っていく感覚っていうのが、感じ方が違うのではないかと思う。はい、でここから先は演奏したいですとかねもっといろんな曲やりたいですとか、テンポが速い曲やりたいですとかいう人は鍛えていく必要があります。どこまでこう自分の自然な感じとして消化できるかっていうところだと思いますので、あとはやってみてください。はい、